手っ取り川は、石川県の主に、白山市を流れて、日本海へ注いでいる一級河川。石川の通称で呼ばれた時代もあり、群名及び、県名の由来となっている。手っ取り峡谷。右側に、綿が、滝石川県白山市南部の旧白峰村の、岐阜県境にそびえる白山に源を発し、北流する。上流には、手っ取り川ダムがあり、 中流域の旧鳥越村、吉野谷村地区では、貸し団旧を下国して、鉄鳥峡谷を形成している。旧鶴剣町市街地で流路を西へ変更し、山から金沢平野へ抜ける地点を先長とした、洗浄地を形成している。野見市と野見郡川北町の境界を流れ、白山市の旧三河町で、日本海に注いでいる。平均川床ここう 27は、日本有数の急流河川である。川口より約40キロメートル北東に位置する、千り浜渚ドライブウェイで有名な千り浜は、手っ取り川が運搬した土砂が沿岸流によって運ばれ、堆積したものである。栗から峠の戦いの後、平家軍を追う木曽吉中軍が、篠原の戦いを前に、増水して、濁流の川を渡るとき、 多くの兵士が互いに手に手を取って流されないようにして渡ったことに由来する。また、反乱の旅に渡るのに手間取ったことに由来するとも言われる。徳光パーキングエリアの南脇の大川は、大型寺川など洗浄地での流れも変わってきたが、手っ取り川と呼ばれる以前は、日学が、平川とも呼ばれた。河口の港は、日学港、その後、 元吉港と呼ばれ、室町時代には水戸七港の一つであった。小添川大氷川手っ取り川を水源とし、金沢平野の北側半分を潤す七つの用水の総称、疎水百選。ほとんどは新たに用水を掘ったのではなく、何度も流れを変えた手っ取り川のかつての川筋を元にして作られている。七が溶水の高橋川出水口2014年にその、 歴史的背景が評価され、国際館外排水委員会による館外施設遺産に登録。また、大水門及び給水口が土木学会の土木遺産に登録されている。北陸本線、鉄取橋梁での1934年7月増水の状況はバレガーとして知られ、過去幾度となく洪水、氾濫を繰り返した。1912年には、 支流の神之助谷が地滑り性崩壊を起こして後輩。砂防事業による対策が進められた。また1934年7月の災害は、手っ取り川最大の土砂災害が発生。前年の豪雪による残雪と豪雨の影響で、水量が増加、上流の別島国で大崩壊が発生し死者、行方不明者が100人を超える大災害となった。 白山六の一ノ瀬集落はこの災害で壊滅した。2004年5月の災害では、別島出会いにある砂防新道の吊り橋が流出した。国直轄の白山砂防事業として、砂防園庭や砂防トンネル、地滑り対策が実施され、白山砂防科学館が設置されている。手っ取り川線上地上の集落は洪水を避けるため、自然堤防の微工地に立地しており、 島集落と呼ばれる景観を形成している。100万館の岩急白峰村白峰集落の上流、石川県道33号白山公園線沿いの川床にある高さ16メートルの大岩。1934年の大洪水の時に、支流の宮谷川から流出した。大災害の様子を後世に伝える資料であり、県指定天然記念物に指定されているとともに、 日本の地質1 0 0 0にも選定されている。1980年に建設された手っ取り川ダムは、上水道、工業用水、電力、地水に利用される。上水道は、石川県の七尾市以南に広く供給されている。また、農業用水も、各地から取水される。金明京天狗京は北大橋上流より示す。 北陸電力吉野第一発電所北陸電力福岡第一発電所1911年に金沢電気ガスが福岡に発電所を建設したのが手っ取り川水系の水力発電の第一号である現在は水系に22の発電所がある酒有効利用調査の対象河川として許可を得たものは期間内に酒の遊魚が認められている発表順 ありがとうございます。